はい、どうも一般人です。お昼もね、ここのね釣り堀で撮ります。果たして釣れるでしょうか。いっぱいね魚がいます。おお、すげえな。ここが集まってきた。じゃあちょっとね、まあ清さんとね、俺もねやってみたいと思います。じゃあね、早速釣りねやってみたいと思います。果たしてこれで釣れるでしょうか。あそこにデガイノがいるんで、あれを狙いたい。これで取れてんのかな。ここはね、釣れない。おお、惜しい。惜しかった。もうちょっとでも、ね、次からね。うん。魚が、あ、もっともっと大きいとバシッバシッ。じゃねえと今見てる、あの引っかかったって怒っちまうんだけど。あの、くじにこう引っかかるの怒っちまうんだ。違うんだわ、マスと違うんだ。もう一回。さっき結構でかいのがね。キャーってあげなきゃダメなんだ。これで、これで取れてんのか。これ、下に時間が出てるってことは取れ、逃がすな、落っこどせ、落っこどせ。はい、ほら、清さん、これ入れて、ほら。ほら、外して、はい、外して、おお、取れた。あれ、餌ね、なかなか大丈夫か。引っ掛けだ。腹さえ引っかかってるわ。ああ、うまい。いいや、なんでもいいよ。なんでもいいよ。やいでもらっちゃえ、もん。取れねえが、ご飯にありつけねえが。ほら、うまい、早く入れろ。うまい。そこさ入れで。本当は水さえ冷やしとくといいな。かわいそうだから。どこにあんのバケツ。もう焼いてもらえ、間に合わねえか。キュウさんに頑張って釣ってもらわなきゃ。
フィギュアついたい。おお。キヨシさんばっかりいっぱい来てます。キヨシさんが最高、うん、キヨシさんに今日はついてんだな。みんな来てるの。もっと頑張って。あれバケツどこ？瞬間に引っ張んだって。下が白いの動かしたんでダメだってジェーっと待ってね。チラ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 。チェッカーだだね、これかかんない。おお、ヘントレットレ。ああ、でかいの取ってるか、ヘントレットレ。ほれほれ、ここがいい、ここほれ。早く逃げないっちゃうから、こっちにしろよ。ここさおけよ。こっち何したの？いや、意外、それいいわ。意外がいい。なんか写真撮んねっちゃ。ついにね、写真撮んねっちゃ。何、撮ってなかったの？なんで肝心なところ、撮ってなかったの？いや、撮ってたと思うけど、きっと。釣り上がっとこう。ここで上げてみよう、うん、はい、じゃあでかいの取れました。あ、逃がしたら大変。でかい、でかいの取れました。これ取れてたっぺ。これ取れてる、ね。はい、じゃあ、ね、キーのゲットしました。あれ、これ岩のあれ、別の魚食ってんの。あれ、あれ、あれ、トモグ、トモグ、トモグ、あれ死んでんじゃねえ。子供が生きてるやつ。あと1匹だっぺ。子供が生きたって。俺3匹、4匹だもん。あと俺4匹だよ。4匹だもん。ほら、ほら、取れた。ほら、取れた。お、おい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 、あれ、入れ、何匹釣った。あいや、なんだよ。何匹釣った。あと3匹。えこっちに入ってっけ。もう一瞬だわ、これ、これが。うん、すごい気象が激しいんだな。もう一瞬だ。うん。逃げられないよ。ほら、まだ釣れた。ほら。ほら、早く入れろ。これ、もっと。ほら、来て来て。ほれ。もっと、早く入れろよ。いいよ、どうせ杉合いで食べちゃうんだから。こっちの上だよ、そっちはそっちだ。うん、いいよ、ちっちゃいのとでかいのと2匹ずつ。飛び出っちゃう、飛び出っちゃう。逃がすな、逃がしてる。大変だ。網の中でいいですよ、網の中でやる、網の中で。あの1匹は気性が激しいから。こっちの方がいかいんだろうな。うん、いかいのとちっちゃいのでやればいいべよ。いかいの2匹でも食べきれねえから。清さん上手だな。もういいんじゃねえの。食べきれねえよ。何匹？あと1匹だっぺ。2匹ずつだと思う。2匹、あと1匹。誰が釣れるか。
釣れたとこ瞬間的に魚ばかり見てたもん。でかいからもういいか、釣れなければ。あと適当に食べっぺな、いいで。あとは適当に食べっぺよ。でかいのが釣れてっからいいべ。うん、いいよ、でかいのがあっか十分だって。釣れた、ほら、うん、それでいいぞ、終わったぞ。終わり終わり、元。終わり元、終わり。終わり、はい。で、これを消せばいいんだな。じゃあね、東北釣り堀園というところで、ね、今魚をいっぱい釣ったんで。イワナの方がイワナ。イワナ、イワナ、イワナですね。マスだねんだからね、イワナだからうまいよ。イワナですね。写真見ると、イワナ写真が食いながら。誰の釣ったんだろうしない、イワナ。写真の、イワナの写真だよ。でかいの釣ったんでね、今、刺身で出てくると思います。イワナの写真。じゃあ早速ちょっと出てくるのを待ちましょう。ちなみに東北釣り堀園っていうところですね、うん、こういう感じで外に生けすが、ね、あっていい感じのところです、うん、そう、綺麗だよね。綺麗な水だから難しい積んだ、うん、難しいやな、ね、わらびとね、あと、うん、キノコがね出てきました。20年前袋に、ね、サービスで、うん、でさっきね、私が釣ったあのでっかいね、イワナの刺身がね、持ってきました。果たしてこれどういう味がするのかな、ちょっと食べてみたいと思います。自然の味だな。そうだね、そう、イワナの刺身をね、食べてみたいと思います。どういう味なんですか、まだ食ったことないですね、多分イワナの刺身。甘くて、甘いんだよね。うん、甘いんだ。わさびも絆なくのわさび。やっぱりさっきまで泳いでいて、やっぱりコリコリしててね。うん、甘いね。癖がなくて美味しいです。甘いよね。うまいね。コリコリ。甘いな。甘いんだね。うん、甘くて美味しいです。うわ、甘い。しかもこう艶がいい感じになってます。コリコリ。コリコリ。これこれ食べたい。これわかんない。これいいかい、これ、うん、うん、うん、うまい、うまいし、トリプルだ。他のやつは他のやつは任せたの、一回もは素揚げで、あと素揚げとかで今、うん、作ってもらってます。ここでね、今炭火焼きで焼いてます。すごい美味しそうな感じになってます。あとね、これがナメコの、味噌汁、あとね、こっちが焼きおにぎりです。じゃあ早速食べてみましょう。じゃあ、ね、今度はね、イワナの塩焼きが、できました。これは素揚げね、まあ、素揚げも来ます。頭から骨まで食えるから、うん、これがこの辺も頭から骨まで食えるんだけど、うん、まあ辛かったら飲むっすよ、はいはい、こっちがね、素揚げです。美味しそうです、うん、これポン酢をかけて食べるみたいですね。
じゃあ、食べてだぞ。はい。はい。うん、食べてみて。うん、これ食べてみて。これ食べてみて。うん、ちょこっとだけ。うん、食べてみて。俺、この方がうまいような気がする。うん、うまそうだな。うまそうだけど。光が違うんだよね。うん。ちょっとこれだけ痛いです。うん、うま。うま。うん。うん。あ、おいしいです。うま。あ、うま。ごまんどうぞ。もう少し食べればね、頭から帰るの、頭からね、全部骨までいけるみたいな、骨まで、ね、頭から帰るの、うん、そうね、そんな気分ね、うん、噛めば噛むほど、うん、うまい、つまり、うん、骨まで、ね、骨まで食うの、カリカリ、うん、カリカリうん、美味しいですね、刺身もうまかったね、これもうまいな、これも質がつらんな、いらないのね、何食べるかね、うん、そう、うまい、味噌汁もいただきます。だこんな必ず来た。とこ気に入る。うん。いつでも泊まるんだ。楽しみだ。味噌汁もいます。実際に。トロリだ。キノコ食べだってこれなんだね。薄味でいい感じです。ダメが来ました。うまいな。何食べてもうまい。はいはい。大きい塩焼きです。あ、じゃあとりあえずあのこのおにぎり食べてみます。ゆず味噌おにぎり。うん、うまい。おいしい。何食べてもうまいで。何食べてもうまい。あら、弁当でも全然違う。何食べてもうまい。うんうん、もう腹いっぱい。そうね。この少しアルコールあるのが入ってるのか。違う、アルコールじゃなくて。イワナ。イワナが美味しい。頭あらかじちゃうね。これ柔らかなこれ。いただきます。いただきます。うん。あ、これはこれで。また味がね、塩味がいい感じになってます。歯ごたえが、癖がないですね、うん。やっぱり新鮮なんで、ね。ここだめが味わえねえか、イワナはここしかないと思う。イワナいねえか、うん。なかなかイワナはね、ないみたいな。他の養殖場でねえか、イワナ。マスコミだよいいんだよな。うん、マスコミはどこにもある。あ、美味しい。これ、食い応えがあるイワナが釣れました。ね、いっぱい、この外にね、いっぱい泳いでるんで、皆さんもね、よかったら、来てみてください。まあ、来てみてください。なかなか難しいですが、釣るのは。頑張ってください。料金はね、こんな感じになってます。料理する料金とか、また別になります。